ようやく分かってきました。Chrome はですね、まずは Wi-Fi の設定をして、Chromecast 更新中というところで、今 Chromecast 100% いって少々お待ちください。アップデートを適用するには Chromecast が再起動する必要があります。 Chromecast 3145を再起動、ATAM の、5468DOG が行きました。再起動って どのクロームキャストが、パソコンの方のクロームキャストを言ってるのか、このついてるドングルの方を言ってるのかが分かりません。どうだろう。テレビを一回再起動してみましょう。テレビを再起動っておかしいな。テレビ一回消しました。これでドングルの方は多分再起動という状況になると思いますが、 HDMI の4で、クロームキャスト20、30、いけるのかな。あと40、50、どうでしょう。60になりました。70、午前中に終わると思ったんですけども、約10時半ぐらいから開封の儀始めて、まあレポートしながらなんで時間かかってますけども、結構これがですね、皆さん2時間見た方がいいですね、ここ来るまで。これはここはどうなんだ、どうなんでしょう。チカチカしてますでしょうか。あれどこだ。あ、赤いまんま、赤いぼちぼちのまんまですね。あ、赤止まりましたね。さあ行ったか。なんかクロームキャスト、なんかずっとこの画面ですね。皆さんすみません、 Google さんに代わって謝っときます。誰だよこんなの、簡単だとか言ってんのは。お、来た来た。これステップ1とか2とかね、それ、あ、来た、やったべー、キャストの準備が完了しま、しま、しましま。最新のアプリのダウンロードを確認。これでどうなるの？これでじゃあ、こっち側の Android 見てみよう。